では私の自己紹介をします。私が普段暇な時って言いましょうか、どんな風にして時間を潰してるかって言いますと、まずお琴を弾いてるんです。特に雨の降った朝なんていうのはとてもいいムードなんです。それから庭に花が咲いてる時はそのお花を切ってきて自分なりに生けています。あと方々でお茶会があったりするとそこにも進んでいってしまうんです。もういいだろこれ、この AV 上のなんかでもさ、ずっとすごいと思うのはさ、これ小俣の入社試験だろ。そうですよ、入社の時ですよ。で、なんで消さないで撮ってあるわけ、うん、あ、これね、文化放送全部ね、入社試験の僕のも撮ってあるし、先輩のも全部撮ってあるんですよ。最終面接を全部撮ってあるんですよ。もうさすがに昔のはもう消しちゃったかな。しかし、時代が良かったんだね。こんなんで入っちゃうんですよ、うん、今の AV 上のが上手ですよ、喋りが、うん、顔も可愛いし、うん、むしろ AV 上をあのアナウンサーにした方がいいですよ。おい、最近 AV 上来ないの？一時来てたよね。三笠さん、金曜日に来ればですよ。それで俺一時金曜日ばっかりでしたんだけど一度も会わないから月曜日になっちゃった。何で心出してんですか、うん、そんな。いや来ないんですよ。それ新社屋になってからね、そんなに待っちゃいないんだけど、急にぷっつりね、これ白石が決めてんですけど、一応さ、これだけのビルならさ、うん、来るだろう。あれ、ね、向こうはビルが汚いからって嫌がってたんじゃないのか、うん、かもしれないですね、うん、来てほしいですよね。そしたらちょっと知らせてよ。知らせてよ、はい、ご連絡します。小さな情報欲しがってますね、うん、ぜひ。じゃあ事務所は連絡していいんですね、うん、いいんですね、うん、はい。じゃあ真っ先に京成さんとか、しばらく来てないですよ。本当に来てないよな。もうね、1年ぐらい来てないよ。僕と同じぐらいに確信を持たれるなんなんだそれ。今日の電話とファックスとメールのテーマです、はいはい。うん、沼はまだスケベなことやってんのかって今日これ、ね、ぜひ伝言で、ね、伝言で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 。さあ、それではだいぶ待たせました。表回り、今日はこの男でございます。デラシアー。はい、どうも、テレミさん、表さん、そして大橋さん、こんにちは。こんにちは。すごい雑音だね。パタパタ言ってるのは今俺ハトの真似してんのかと思った。何、いや、どうでしょう、やっぱり大橋巨泉さんはことほぐように、うんうん、何かこう電波もですね、うん、非常にこう私も出たいと存在感をこう表すかのように、うん、かのようにね、なんか線香花火のようなね、電波障害だね。今収まりましたか？収まった。今日はね、テレちゃんもう早速ね、スペシャルウィーク初日ってことで巨泉さんに番組冒頭から出ていただいてんだけど、聞かせていただいておりますよ。このコーナーもずっと見守ってるから、で、巨泉さんに敬意を表する意味でもね、テラちゃんに今日得意の喫茶店で大橋巨泉さんになりきってもらうからね。ちょっと待ってください。いやいや、テラちゃん意外とうまいじゃん。スタジオにこう、ね、だから巨泉さんが納得するようにしっかりなりきるの。いや、どうでしょう。テラちゃん、巨泉さんのことはどういうふうに思ってんの？いや、そりゃ尊敬申し上げております、うん、どういう点が？僕ね、うん、文化放送入りたての頃です、うん、もう二十数年前ですよ。ポップスナーはもうやってなかった？あ、残念ながらそれはねそれはもうおやりになってなくて、あ、やってなかった。で、僕が会ったのは文化放送の中じゃなくて、うん、競馬場なんですね。あ、競馬場で、他局の放送に日本放送でね、巨泉さんやったもんね、なんかね。で、その時に私も研修で隣のブースにいて、で、最初はですね、うん、恐れ多くてご挨拶もできなかったんですけど、うん、何回かお会いした時に、うん、目が合った時に、うん、文化放送の寺島と申します、よろしくお願いしますって言ったら、うん、大橋巨泉さんが、うん、おー、新人か、うん、いろいろあると思うけど頑張れって忘れてますよ、覚えてないよね。いやいや、俺不思議だったのさ、うん、文化放送ってやってないんだよ、競馬中継。あ、そうですよね。そんなのに来てるんだよ。あ、そんなの信じそうないですよね。ブースがあって、やっぱり馬券買ったりして好きだったんじゃないの。あでもね、あれね、なんか何レースかはチラッとやってたよな、ますね、文化放送も。メインレースだけ、文化放送ほどそんな大々的にはやんなかったよ、ね、でもね、ブースが空いてる時はね、テラちゃんは好きなわけ、競馬が。行ってもいいんですよね。好きでしょ。好きなの競馬。好きですよ。で、うん、その時に大橋巨泉さんにこう付き添っていらっしゃるのがすずちゃんでらしてね。すずちゃんって来やすいな。来やすいよ、奥さんのこと。いや、その時すずちゃん、喧嘩エレジー見たのかよ。いや、すいません、喧嘩エレジー見なきゃダメだよ。その時大橋巨泉さんはすずちゃん、すずちゃんとおっしゃってたから、すずちゃんっていう、あ、すずちゃんもすずちゃんって言っちゃったのね。俺、すずちゃんなんて神さんのこと言わないよ。あ、そっか、そうですか。すっていうよそんなことまで聞いたんじゃない。でも、川上プリンス
セスター強いぞ。あ、そうですか。うっかりしたらディープインパクトより強いぞ。さっきも始まる前もね、スポーツ新聞見ながら言ってましたけど、めちゃくちゃ強い。昨日のレース見て感動したんですよね。そうらしいよ。で、テラちゃん、細かい指示はね、チンベル鳴らして俺がまた指示させてもらうんで、後で使う小道具が入ってる紙袋をスタッフからもらってくれる？あ、ちょっと待ってください。うん、ね、今こちらですね。うん、そう。紙袋で、喫茶店ある時にね、必ずうっしっしって豪快に笑いながら入る。そして巨泉さんになりきって喫茶店へスタート。こちらですね、とあるとある大きな喫茶店で、今から階段を右斜め方向に上がっていくんです。巨泉さんだけど、みんながうっしっしってやるから、最初はそんなうっしっしでもなかったのが、自分で真似するようになっちゃうでしょ、自分の。いや、それはそんなことないけどさ、みんなさ、なんつったってとかさ、うんうん、そうそうそう。では、今、その印象残るもんね。はい、前に来ました、はい、ここからウシウシですね、うん、そうそう、はい、人がいっぱいいるな、豪快にね。じゃあ行きます、豪快に、豪快に。3、2、1、ウシウシ。全然違うじゃないちょっとね、ニュアンスが違いますよね。笑ってなかったですね。なんかちょっと貧乏くさい女性さんだと、これは。食べ気が大きすぎよ。あの、注文するからね、頼むよ。まもなくたくさんのお客さんがいて。そう、もう席着いたの？今着きまして、うん、ちょうどですね、2人が1つ、そして目の前には、うん、小泉純一郎元総理を彷彿とさせるような、うん、それ似てる人、はい、サラリーマンと、あとはですね、腰にバッグをつけたちょっと暇そうな、紳士的な方がです。静かな気持ちですね。静かな気持ちね。早速注文なんだけど、まもなく来ると思うから、注文するときにね、店員さんのネームプレート見て名前チェックして、でもちろんあの相手の名前呼び捨てでね、なんとかのおすすめはって一応聞いて注文。で、語尾にウシシ。テレミさん、今日はやけに静かなんですね。静かね。静かですよ。なんだか、妙な感じ。いや、大丈夫で、別に。意識すぎだよ。2メーターぐらい、1メーター半ですね。何か商談をしてる方もいらっしゃる。ああ、いるだろうね、そうだね。あまりにも人、ちゃんと見てよ。人が多い。店員さんのネームプレート。係の人がなかなか来てくれませんね。だから、おまたって人だったら、おまたのおすすめはってこう一応聞くわけね。呼びましょうよ。うん、すみませんって送る。あ、すみません。うしし、はい、もう、重いね、たぶん。店長。はい、ああ、店長、店長、店長のおすすめでしょ。このおすすめは、おすすめは大丈夫ですか。おすすめは、大丈夫ですか。ってのはどういう感じなの、ね、何が大丈夫だ。怪しいからだよ。ああ、そうか。だって喫茶店入っておすすめはっていう客いないだろう。テレミさん、どうなったの。なんかちょっと怪しまれた感じがありますね。じゃあね、ただ目がとても笑っているので。ああ、じゃあ大丈夫だね。大丈夫ですかね。まあ、注文がさ、運ばれてきたら、やったぜベイビーってこう喜んでね、注文が運ばれてくるまでの間、巨泉さんがあの司会務めてた 11PM のテーマ曲流すから、で、それ BGM で巨泉さんのモノマネね。え、ずっとしてるんですか。うん、そう、これやってもらわないとね。大丈夫、大丈夫。いいね、懐かしいね。懐かしいね。これやっぱりすごい音楽ですよね。三浦慶太郎って人が死んじゃった。これでもうあって、こう、そのね、はい、牛も知ってる顔しるず。ああ、牛も知ってる顔しるず。これ言ってるの、ちゃんちゃん。牛も知ってる顔しるず。なかなか出ないよ、これ。白井さんじゃ出ない。小坂井和樹ってね、俺の顔見た途端に必ず牛も知ってる顔しるずっていう。やっぱ学生時代に聞いてたわけですね。見ててね。なんたって、野球は巨人、司会は巨泉、牛し。緊張感が先走ってるから、葉っぱ踏み踏みもあるしね、いろいろ。まあ、どうせ生きるなら太く生きなきゃいけないし、うしし、織り込むと偉いって言いますね。係の人がみんな見てる、うしし。非常に今日はやりにくい手なもんで、うしし。手なもんでなんて言わねえだろ。よし、だからさっきもちらっと言ったけど、巨泉さんといえばあのパイロットマンネースの葉っぱ踏み踏みね、もう本当に流行語大賞で、当時の。紙袋の中に万年筆入ってるから、
それを取り出してね、で万年筆を手にしながらその場で立ち上がって大きい声で葉っぱ踏み踏み分かるねうっしーと、ね、立ち上がるんですか。立ち上がるんだ。立ち上がんなかわいそうだろ。さっき店長さんに大丈夫ですかって言われたんですよ。厳しいですね静かだしね。立ち上がってすぐ座ればいいじゃん。もっとざわざわしてりゃいいけどな、うん、プレーリードッグみたいにピッピッとこう立ち上がったなってやったら、だから尾形吉田はいい時代に入ったんだよ。まあまあね、こいつらかわいそうだよ太田とかな、これやらされてな。俺て何年か違いでさ、俺だってやりましたよ随分。あそう、やりましたよ。チンベル鳴らされて、チンベル鳴らされないから一人でですよ。全く録音カット取りに行くんですから、そういうバカな行動で、うん、文化放送ってこれバカなもんで成り立ってきたのかね長い間。じゃあほら行ってみよう行ってみよう。おいいね、よいしょ。ニジカビの、うん、いいね、キャブリ引き取ればスギチョビ、そうそうそう、スギカキスラの葉っぱふみふみよしし。どうですか今のは。いやもういいよ、まあまあ、だって、まあまあ、だっていや頑張りました、立ち上がってたんですよね。もう立ち上がって頑張りました。ベルミさん、え何、先ほどの腰にバッグをつけてる人が、うん、あーじーっとこちらを見てるのと懐かしかったんじゃないかな。年齢が50代絡んでたら大体わかるから。商談してる女性と男性をずっとこっち見てます。いいじゃんいいじゃん。でもう一つ、あの巨星さんのあのヒット CM といえばね、なんちゅうか本ちゅうか、これ有名なあのインスタントラーメンあったでしょ。お冷やのおかわり頼むときに店員さん呼んで、あのお腹が空いたんですけど、なんちゅうか本ちゅうかありませんか。うしして。さて似合わないだろう。そうするとまた店長が大丈夫ですか。言っちゃうかもしれないけど。今俺はこれ緑光青汁の CM だから。緑光青汁ありませんかって言った。ああそれでもいいですよ。緑光青汁ですか。うん、そう。それでもいいよ。緑光青汁。その方がむしろ自然かもしれないね。本ちゅうかはちょっときついかもしれないからね。うん、その前にテラちゃんまだ喉越しの音を聞かせてくれるんですね、うん、そうだな水をね。あどうもあどうも、うん、いい音が出るね。またあ緑光青汁はありますか。緑光青汁ない。あうしし、あうしし、あうししはないだろう。それだからおざなりなうししだもん。あうしし、何よ。もうここは店長しか来なくなりました。いいじゃない、責任取ってきてるんだよ店長は。心配してるんですよね。だって女の子なんかやったら何するか分かんないだろう。ちょっと様子が変だなってことだよね。参ったな。じゃあまた行くよ。あの巨星さんセミリタイアされて海外でゴルフ、まあいろいろ悠々自適な羨ましい生活なんだけど、その海外での巨星さんを想像してその行動すると、で周りのお客さんに Hello, how are you? ってこう声かけながらその場であのゴルフスイングをして自分でナイスショット、おいしいし、かわいそう。大丈夫じゃねえじゃねえかそれじゃ。こんな静かな喫茶店ね。静かだね。そう、やっぱり静かだねここね。昔さクラシック喫茶ってあったじゃん、ね、ランブルとか田園とか、ああ高砂箱にありましたね。ああいうところはさ、うん、本当になんか音立てると睨まれたよ。そういう感じだったけどね。そんな雰囲気だね。でも音楽は流れてないね、うん、流れてない。普通薄くねなんか流れてるもんだけどね。シャバ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 ってのはあれオンエアだけで流れてたんだろ。そうそう、それはそうですよ。喫茶店で流したら大変だよ。笑うな、大変です。いけるかな、うん、よいしょ。よいしょじゃダメじゃない。重いね。行ってみようか。ね。少しノイズが聞こえてくる。ハロー。ハワイユー。じいさんだよ。じいさんだよそれ。よいしょ。ナイスショット。うれしいし。危ねえ。危ねえなこれ。ああ、ちゃんすごく浮いてる感じがする。いやそれすごくどころじゃないですか。すごいだから、うん、今までこのシリーズでさ、うん、警察呼ばれちゃったり、あそれはないですね。病院呼ばれちゃったりする。ないない、それはない、それはない。沼尾でも、沼尾でもさすがない。沼尾はね意外とクリアするよな。テレビさん、
全に浮いてしまいました、うんうん、じゃあ、 注文したものを飲み干してくれるキャラちゃん、まだ暑いじゃないですか。あ、何、うん、何に頼んだんでしたっけ。あの水出しコーヒーです。水出しコーヒーか、もう届きました。じゃあまあちょっと飲む感じでさ、会計いっちゃおうか。会計やっぱハウマッチ言わないといけないからさ、店員さんにね、お会計でハウマッチは聞きたいですよね、丸ごとハウマッチって値段聞いてさなんか交換みたいだなよくこんな音立てられるな。なんか聞く言ってますよね。いいね。じゃあトラちゃん会計行っちゃうよ。それで店員さんに丸ごとハウマッチってこう値段を聞いて、その後倍率ドンってこう言って原平に1000円ね。それでお会計行きませんよ。原平さんに1000円なんですね。うん、そうそう。竹下恵子さんじゃないですか、ね、うん、ないない原平さん、ね、では行きます、うん、ちょっと会計の場所まで遠いですか、ね、遠いの、うん、はい、やっぱこれ聞かないとさ収まり悪いからさ。原平さんもスマートになりましたよね。あ、そう、だから要するにね、男にも生理があるみたいな、あ、生理じゃねえや、更年期障害があるみたいな話を、うん、1200円の方が倍率ドン。原平に設定えらい。どうも。うしし遠吠えで喫茶店をこう言いながら後にしてくれるかな。うしし。じゃあ出たの？出た？なんか逃げてんじゃねえか。逃げてんじゃねえか。誰でしょ？どうした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 の？危ない。危なかった？なんで危ないの？限界ですよ。え、なんで？なんか変だった？先ほどの、うん、やはり最後の会計まで店長で、うん、いいじゃん。こちらをちょっと、うん、お客さんいい加減にしてくださいみたいな、うん、そんな表情で、うん、そうそう、これ少し笑ってたんじゃないの？倍率ドンとかなんか言って。全然笑ってませんよいやいや、途中良かったみたいだから、久善さんね、すごく納得してるとこあったし。全然納得してないよ。いやいや、どうせ生きるなら織り込んだところで、うん、そう、あれ素晴らしかったね。ごめんなさいね。テラちゃん出世するな、うん、でも運が悪かった、時代が悪かったんだよ。時代が悪かったです、うん、じゃあ恨むんなら時代を恨んで。そう、時代を恨んで。もう数年、お前なんいくつ違うのな。え、テラいくつだっけ。8歳、7歳くらい違うんだけど。だから、ね、もう7年早く生まれてればさ、スタジオに座ってさ、後輩にさ変なこと言わせてたんだよな、うん、時代が。この後ラジオカーの方でゆっくりしてね。いや、それじゃあ慰めてもらって。それじゃね、さよなら。